ハリソン・バート・ウイッスルは、イギリスの現代音楽の作曲家。ランカシャーのアクリントン生まれ、ブラスバンドに親しむが、やがて作曲に転化。アレクサンダー・ゲール、ジョン・オグドン、ピーター・マックスウェル・デイビス、エルガー・ハワースと共に、マンチェスター学派を結成し、主に音楽劇の分野で頭角を表す。最初の成功作は、オペラ、パンチとジュディー。気楽や、 声楽の分野でも職人芸的な技術は咲いており、ロンドンフォンニエッタのために、いくつかの室内オーケストラの作品を書き下ろしている。1990年代以降は、世界中に弟子が増えたために、イギリスにとどまらない移植が舞い込み、国際的に重鎮と称えられるまでになったが、初期から中期の重要作はほとんど音盤化がなされなかったために、 作風の全貌が把握されているとは言い難い作曲家である。2012年度の竹光徹作曲賞の審査員に選ばれているが、日本にはそれ以前から知られており、日本人の弟子にイギリス歌曲に造形の深い中西赤目がいる。世界的に著名になったのはグロマイヤー賞の受賞に輝いてからであり、それ以前の重要作は頻繁に演奏されているとは言えない。 特殊奏法は少なく、無調であるが、旋律、リズム、反復進行をためらうことなく用いる。ウィキペディア英語版には、彼の作風を特定の学派や運動でくくるのは、優しくないと書かれているが、それは、バート・ウイススルの視点が常に、カノンやリチェル・カーレなどの対法的な造形感覚に置かれていながら、 20世紀のすべての語法を参照するためである。初期は当時の前衛を参照した聞きづらい音選びがなされながらも音色的に高質で明るいためになぜかポップに聞こえる独特な劇音楽であったが1970年代から前衛が低調になったことに合わせてクラシック的な音選びと白節感覚に即座に回帰した。1978年の カーメン・アーカディ・マッケ・ニッキー・ペルペトゥームは転校後の作品の最初の例である。2003年に決定校が上司されたピアノとオーケストラのためのアンティフォニーズではピアノ競争曲であることを可能な限り忌避したとされているもののコミ入っッ変拍子と速いリズムを利用した最終部分はロマン派の競争的ソナタ形式の再解釈であるかのように聞こえる。ちなみに A 管でも B 管でもない C 管現代クラリネットを楽器編成に意図的に使用したのはバートをイッスするが最初であるがクラリネット奏者の実力が向上したことやアディショナルキーの改革もあり現在は C 管を多用する作曲家ではないありがとうございます